はい、こんにちは、こんばんは、シャリです。ちょっとね、今日も一応カルチュビットはやるんだけど、ちょっとね、めちゃくちゃ悩んでることがあるんだよ。はい、で、何に悩んでるかっていうと、とりあえずこの3巻できたんで、ここでもう一旦終えるか、まあまた来年3巻してメガクラブになるまでやるか、それともこのチームを解任してまた新たに始めるが、始めたチームで縛りプレイをするかしないかで悩んでます。はい、で縛りプレイもね、正直残りの縛りが多分もう外国人縛りぐらいしかないんだけど、外国人縛りはね、ちょっとね、なんて言うんだろう、最初から外国人選手がいるわけじゃないから結構厳しいんよね。特訓カードをすごい集めないといけないので、ポテンシャルもね、日本代表に選ばれないので、簡単に下がっても簡単っていうか、まあ普通に下がっちゃうし、ちょっとどうしようかめちゃくちゃ悩んでるんだけど、まあとりあえず、まあメガクラブはもうさすがにめんどくさいんで、とりあえず解任するか。はい、じゃあそれでは退任します。解任じゃないね、退任だね、自ら退くからね。はい、いやー久しぶり見たな、この画面。まあ、毎回恒例だよね。はい。これ3回ぐらい聞いてくるんだよ。やめます。いや、こんなこと言われたらさ、実際に言われたら、やめれないよね。まあでも、今回やめるんだけど。サポーターまで出してくるか、こいつ。いや、もう、俺は決めたんだ。いや、待って、どうしよう。いや、めちゃくちゃ悩むな。メガクラブでも確かにありっちゃあり。てか資金が今ね、4億ぐらい余ってんだよ。だからその資金をちょっと使い切りたいってのもあるんだけど、いやでもどうしよう。いや迷うな、どうしよう。まあいいや。手にするか。はい。ああ。また、会おう。まあね、次のチームもこの人多分来るんで。さよなら。終わってしまった。はい、じゃあそれではね、新しくやっていきましょう、カルチュビットは。で、今回はね、もうね、縛りプレイ、もう、正直飽きた。うん。辛い。辛くはないけど、ちょっと、久しぶりにね、ちゃんとやりたいね。で、前、なんだっけ、左利き選手縛りでは、13年目で参観できたってことで、もうちょっとね、早く参観を狙おうと思う。目標はまあ、10年目参観。まあ、でも、多分10年目は、結構、割とガチきついんで、まあ、13年目より早くできたらいいかな。はい。もうまた一生と会ったね。よし、ちょびっとのホームタウン、見たことあるわ。はい、じゃあ、とりあえず練習試合あるらしいんで、とりあえず見ますか。一応、選手、どの選手いるか見ようかな。高山、平田、太宰、峰、アニャ、牧野、肝付き、かんぬき、白井、千尋、スピード A なんだ、千尋ちゃん、エイト、今泉、綾香、天馬、柴田。はい、まあ初期戦車はこの選手たちだね。まあ正直年俸の高いね、600万とか500万とか500万とか600万とかの、まあこのほぼ全員じゃねえかよ。まあこのちょっと年俸高い選手は売って、ちょっと安い選手に切り替えます。とりあえず一応試合見ないといけないのかな。練習試合。一応相手は丸かとる青葉らしい。で、じゃあちょっと今回は、はい、今回からはか。今回からはちょっと縛りプレイなしで、ちょっとカルチョビットやっていこうかなと思います。相手は別にどうでもいいな。練習試合だしね。うちのチーム、誰が強い人いるかな。平田とか確かに強かった気がする。あとは、じゃ聞いたことない選手が結構いるよ。ダザイとか、ミネとか、アニアとか。マキノは聞いたことあるな。マキノと、あと誰だ、あとエイトは見たことあるかもしれない。チヒロもあんま見たことないかな。あ、終わっちゃった。早いな。課題どれぐらい見つかったの？いや、いい課題見つかってないね。はい、1で勝利することができた。まあまあ、はい。どうでもいいっすね。あ、名前か。名前じゃあ、はい。シャーリー。はい。
そうですね、まだ無名だけどね。まあ今まで数々の素晴らしいチームを作ってきたシャリ監督が、縛りプレイなしだとどうなるのかっていうのをちょっと皆さん楽しみにしていてください。ということで、ちょっと一応試合やろっかな。試合やろうかと思います。で、あとね、言っておきたいことがある。あの、チーム退任するとね、このスペシャルメニュー、過去にあったスペシャルメニューが簡単にできるんですよ。ほら、うるせえ。はい、ほら、スペシャルメニュー、過去にあったやつね。これアプリ多分消しちゃうと、これスペシャルメニュー何も見れなくなっちゃうんで、まあ、やり直すときはちゃんと退任してくださいという、まあなんか豆知識みたいなこと言っちゃった。はい。じゃあ、今回は一応これで終わりしようと思ったけど、一緒やっちゃうか。初めての公式戦です。頑張りましょう。はい。まあ選手獲得すればよかった。ちょっとミスったな。まあとりあえず、442で行ってみるか。はい、行きましょう。相手ミドル返しだからね。全然勝てると思う。ほぼオール E だからね、相手。ほら、かわいそうだよ。で、まあちょっと、今後どうしようかだね。今後とりあえず、まず選手を、いらない選手会員じゃねえな。解雇して、まあ、安くて強い選手か、とりあえず、50万の安い選手連れてきて、って感じかな。もう早速決めた。誰、太宰か。高山か、決めたのが。誰か、ちょっとよくわかんなかった。選手まだ覚えられてない。左サイドバックの女の子しか覚えてないわ。ちょっと名前覚えてない。千尋ちゃんしか覚えてない。高山が決めたね。まあどうでもいいや。で、まあとりあえずそうだね、安い選手、高い選手解雇して、安い選手入れて、ただひたすら、まあ、5、6年練習試合をするという形にしたいと思います。まあ、正直、この試合見たい人いるから、まあ一応でも、いいか、とりあえず、撮るか。見ましょう。久しぶりのこのね、荒れたグラウンド。これちょっとね、あとスピードがやっぱ遅いね。でも外国人選手縛りね、やろうと思ったんだけど、ちょっとね、これ以上縛ってもいいことないんで、本当に。いいことないっていうか、いや、外国人はね、ちょっとね、きついよ、多分。地味に。最初のね、ステップリーグまで、外国人選手を揃えられないのが結構きつい気がする。だって、いたとしても、なんかマクドネルとかぐらいじゃない？あの、不死身にいる。だから、正直ね、って感じだったんだよ。もっとなんか外国人選手を連れてこれればいいんだけど、ステップリーグのうちから。おお、平田が決めたね。確か平田強かった気がするんで、てか、普通に今も能力値悪くないよね。テクニック C だし、スピード、キック、テクニック C が C なんで、結構悪くない能力してると思う。高山も言って悪くないか。まあ。あとなんかこの、白井かぬきってこれセンターバックだろ。なんでセンターバック2人がスタミナ B なんだよ。サイドバックにした方がよかったね。まあ、さっきの話の続きだと、そう、外国人選手は、ちょっと、犬連れになっても揃えられないのがきつい。大体なんか左利き選手縛りとか、まあ、女子選手縛りはちょっと別だけど、女子選手縛りの時でも N2 の時って結構揃えた気がするんだけど、気のせいかな、覚えてないんだけど、まあとりあえずちょっと N2 で外国人選手をほぼ揃えられないのがちょっとやっぱ動画としてちょっと良くないなと思ったんで、やめます。はい。で、今回からはとりあえずまあね、今まで数々じゃないな、2つだけだけどね、数々の縛りプレイをしてきた、まあ、シャリ監督が縛りプレイなしで戦ったらどうなるのかっていうのを、まあ、ちょっと動画に収めていきたいと思います。いや、でもね、縛りプレイないのはちょっとやっぱ楽しそうだよね。いろんな選手取れるから、あ、この選手いいなと思った選手をちゃちゃっと取れるからね。で、女子選手縛りとかもとりあえず女子が来てればもうやったんだもんね。
かなんかこのチームなんか女子2人いたよね。千尋ちゃんだと誰だっけ、ベンチにいる。ちょ、出すか。あやかちゃん。このデータ、ちょっと女子選手縛りしたかったから。まあ、しないんだけども。あ、でもほんと13年目で左利き選手縛り参加できたのが、あんな初めてね、参加できたの初めてなんだよ。皆さん、参加、まずしたことありますか？僕、彼女と 3DS した頃は、やってた頃はね、参加なんてしたことなかったね、正直。なんか、だって 3DS はなんか、ポテンシャル下がるとさ、能力値下がってくじゃん。で、なんか、昔なんかよく分かってなかったから、やり直ししまくってたよね、勝てなくて。なんか、天気言ったけど、まあいいや。そう、3DS 時代の頃は、もうなんか負けて、もう切って、なんかやり直ししてたイメージがある。で、やり直ししてるから、選手の能力値も全然高くないのに、なんか N1 に行って、N1 でボコボコにされて、まあ、されてもやり直すっていうのを繰り返して、確かサセボドックスがフィジカルオールエースだったんだよ。サセボドックスにいくらにやり直しても勝てなくて、マジで、ちょっとサセボドックスにはちょっと苦い思い出があるね。ほんと強かった。ホームで戦ってんのに、ほんと、何十回、いや何百回まで行ってないけど、50回ぐらいやり直した気がするけど、一回も勝てなかったんだよ。まあ、その後、それでもなんか、カルジューってやめちゃったね、イメージがあるわ。だから結構、サセボトックスは、僕の中ではね、結構強いチームに入ってんだけど、まあ、カルチュビットアート、普通のカルチュビット、まあ、3DS 版は違うから、なんか昔のなんかカルチュビットあったらしいね、違うゲーム機で、昔の。ゲームボーイアドバンスとかなんかよくわかんないけど、あったらしいけど、それもちょっとやってみたいなと思った。でも 3DS のカルチュビットやりてえな。なんか リメイクしって出てこないかな。でなんかあれだね、やっぱミドルが SC と戦うときは初期能力値でも勝てるもんだね。 3-0 で終わるか、初めての試合。じゃあ一応今回は、選手、高い選手解雇するところまで、やりたいと思います。ちょっと長くなっちゃうけど、まあいいや。はい。シュート相手に上がったらしい。問題は課題だよ、課題。いや、いい課題が見つからない。まあね、ステップリーグ、N2、N1 のチームと練習試合するといい課題手に入るので、そう、早く練習試合したい。はい、じゃあとりあえず、こっから、選手を解雇していきます。正直600万高いよね。待って、ユンとかアリサもいるんだ。ここにグライリッヒ、フラスコ、ロビンソン。フラスコじゃなくてな、あいつの場合もあるよね。誰だっけ、グライリッヒとロビンソンと、あとなんかもう一人ね、男の人がいたはず、もう忘れちゃったわ。でとりあえずね、この50万の野生選手を、取りましょう。はい、ミドルガシチ、さっき戦ったチームの人ですね。どうしようかな。こう安いとか取ろうかな。どうしよう。とりあえずまあ取っとくか、片っ端から。で、ポテンシャルが最初から高い選手は、どっちにしろもう解雇することになっちゃうんで。あ、くるみちょっと強かった気がするから、ちょっと、こう出しちゃおう。関根。関根ジャンプ B だ。ありかもしんない。まあ、とりあえずこんなんでいいかな。右ポットも取っとこうか。はい。で、あとは、とりあえず、まあ、ポテンシャルがもう上がりきっている選手だね。かんなくてもこれもいらんわ。ちなみにちょっとポテンシャル高いな。ポテンシャルが4とか5とかの選手が全然いないんだけど、これもいらない、いらない。みんなポテンシャル7だね。7とかちょっと高すぎる。今泉、これ優秀だろ。ミネもちょっと能力値があまり。まあとりあえずこんな感じでもポテンシャル上がりきってる選手はもう切っちゃうんで。いやでも高山能力値悪くないんだよな。でもポテンシャルマックスはさすがにきついけど、まあ一応持っとくか。金に余裕がない時に開口しましょう。はい。とりあえずこんなんでいいかな。クレミーも一応ポテンシャル高いんだ。まあいいや。ポテンシャルがね、低い選手が思ってるよりもいなかったんで、まあ、これは仕方ないね。はい。
じゃあ今回はこれで終わりにしたいと思います。まあこっからね、あと何年ぐらいだ、まあただひたすら練習試合をこなしていきます。ご視聴ありがとうございました。